ゼー母とは税母社によって2009年にリリースされたゲーム機である。次の10億人のためのゲーム機を標榜していた。次の10億人とは所得が低いために最新型のゲーム機が購入できない新興国の住民のことであり、中でもブリックと総称されるブラジル、ロシア、インド、中国を主な販売ターゲットとして開発された。 新興国では最新型のゲーム機が販売されていないか、関税や輸入費が加算されて、法外な値段で販売されているため、密輸版や海賊版が横行している。そのため、税ボは、携帯電話のハードを流用することで、新興国の人々でも手に入れやすい、手頃な価格に設定され、ソフトもダウンロード宣売とされた。税母社は開発のみを担当しており、 実際の製造および販売は各国ごとに別々の会社によってなされる形式であったが、税ボ社は実質的にはブラジルのゲームメーカーであるテクトイ社の関連会社であり、現地の企業との共同で税ボ社の子会社を設立し、そこから税ボを製造販売する予定であった。中国やインドにも税ボ社の子会社が設立されたものの、最終的には ブラジル本国とメキシコでのみ販売された。いくつかの大手サードパーティーの支持を取り付け、多くのレトロゲームが移植された。また、テクトエ自身が体感ゲームや脳トレなどの時代にあった、ゲームをリリースしようと試みたものの、最後までソフト不足に泣かされ苦戦した。他社の同世代のゲーム機は密輸版すら放外な値段で、売られているため競合しなかったものの、 ソフトの充実した旧世代機、とりわけ発売後10年を経て、ようやくブラジルの一般市民にも手が届く価格帯となり、2009年にブラジルでも正式販売が開始されて流通が公になったプレイステーション2が競合機として立ちはだかった。これが原因で2011年にブラジルとメキシコでのサービスを終了した。2011年当時、ゼボシャワー、 教育向けに焦点を当てた次世代機の開発をしており、2012年に発売予定であることを公式サイトで表明していた。2013年にテクトイはアンドロイドタブレットを発売し、ゼーボの公式サイトは閉鎖された。ゼーボの開発をしているゼーボ社は、ブラジルの大手ゲーム会社テクトイ社とアメリカの携帯電話会社クアルコム社を中心とする12社によって、 2007年にアメリカで設立された。テクト医者は携帯電話機向けゲーム開発などのソフトからカラオケ機器や音楽プレイヤーなどのハードまで手広く手がける南米最大のアミューズメント会社で、かつてはブラジルにおけるセガの代理店としてマスターシステムからドリームキャストまでのセガハードの製造販売に携わり、特にマスターシステムとメガドライブの世代で ブラジルのゲーム市場にて80%超の河川的なシェアを得たゲームハード業界の巨人である。セガのハード事業撤退後もセガよりライセンスを受けてブラジルでマスターシステム互換機やメガドライブ互換機を製造し続け2000年代に入っても最新型ゲーム機を買えないブラジルの低所得層を中心に根強いシェアを築いていた。そしてついには クアルコム社と組んで、自ら新規ハードを製造するに至った。つまりゼーボは、ブラジルでのテクトイ社製ハードとして、ドリームキャストの後継機にあたる。2008年11月、ブラジルのリオデジャネイロにて、製作発表がなされ、ゼーボが、初めてをに姿を現した。2009年6月、リオにて、希望小売価格499レアルで、 試験販売がなされ、試験販売の間に299レアルにまで値下げされた。2009年12月、ついにブラジル全土で販売が開始され、同時に28のゲームが発売された。メキシコでも2009年11月に2499メキシコペソで全国販売がなされており、 2010年4月に2249メキシコペソに値下げされた。ブラジルでの発売当初は、2010年にはインドでの、2011年には中国での販売を予定していることを表明していた。2010年5月には AT&T との提携を発表。将来的には北米市場へと進出する意図があることを表明した。2010年9月、 モデルチェンジ版のゼーボドラゴンを発売。プレイステーションのデュアルショックに酷似したコントローラーが付属していた。2011年5月、ブラジル及びメキシコでの販売終了を発表。2011年9月、オンラインサービスのゼボネットを終了。クアルコムが開発に関わっているだけあって、ゼーボ本体のハードウェア構成はクアルコムが開発した。 3G 方式の携帯電話そのものである。コンテンツは、ブループラットフォームに基づいて制作される。新広告で普及している、ゲーム機である、NES 互換機や SNS 互換機、あるいは、ブラジルで普及している、メガドライブ互換機より、性能は、格段に高く、プレイステーション o n 2や、ドリームキャストに匹敵する。プレイステーション3や Xbox 360。 といった、同世代のゲーム機とは、比較にならないほど低いが、主な販売地域も販売ターゲットも重ならないので、競合はしないと見られる。携帯電話のハードの流用であるため、ゲームの開発も容易である。税ボの開発環境として、税ボ、SDK が存在し、税ボのサイトから、ダウンロードできる。入力機器としては、デフォルトのコントローラーである Z パッドの他に、 ブーメラン型コントローラーやキーボードなどの周辺機器も利用できる。動作環境、ソフトウェアの流通コストを下げるためと、海賊版対策のため、ゲームソフトの供給形態はダウンロード販売のみとなっている。携帯電話のネットワークを用いたワイヤレス通信が利用できるようになっており、システムのアップデートなどもすべてこれを利用する。インターネットに接続もでき、 電子メールを閲覧がも可能。ネットへの接続料金は無料。ゲームをダウンロード購入する際は、Z クレジッツという電子マネーを用いる。Z クレジッツ自体は事前にクレジットカードなどで購入しておく必要がある。なお、新興国では先進国で使われているような高機能な携帯電話端末こそ普及していないものの、携帯電話自体は普及しており、 携帯電話のネットワークも容易に利用できる。ソフトの供給元として、アクティビジョンやエレクトロニックアーツといった大手が名を連ね、日本からもカプコンやナムコ等が参入している。テクトイと深い関わりを持つセガも当初は参入を表明していたが、最終的にキャンセルされた。セガは新興国においてテクトイや他社を通じて、 セガゾーンなどの税簿と直接競合するメガドライブ互換ハードに関するビジネスを続けている。ありがとうございます。